はい、はい、丸藤のエカクリアという仕掛けです。これは浮き釣り用です。ササメの仕掛けとまあ似てるんですけども、でもここは変えれます。動かせれます。で、鼻にかけてもらうとこういう形になります。で、そうですね、あまり大きいアジを使うと尻尾にかかってしまうんで、まあ、15センチぐらいまでのアジを使ってください。そうするとかからないんで、でイカが抱きつくと、ゆっくり引くとこう跳ね上げになるんで、かかります。まあ、2つ針あるんで、まあ、かかりやすいのかなというところですね。でこれは動くようになってますので、自分で調整も可能です。